その手料理を作って、そのおかずでご飯15食べきろうという企画でございます。はい、できました。塊魂、塊魂、いいね。完成です。おお、じゃああと盛り付けて。あ、もうフライパンのままじゃないんだ。完成です。それはもう元ですよ。完成、うまそう。完成、鶏の胸肉、大葉、梅のやつ。はい、完成です。すごい、全体的に茶色いですね。茶色い、これが男の料理です。こっちから、これ翔ちゃんのやつね。で、これがビッキーで、これが俺、これリーダーです。肉、肉、肉ですね。肉、肉、肉、これが男よ。よっしゃ、はい、いや出来上がりました。いやいや、2時間ぐらい、何時間、3時間です。何時間、翔ちゃんのやつはこれもう3時間前に作ったやつかな。はい。まあね、ご飯はね、15、はい、用意しました。よっしゃ、もう片っ端から食ってやりましょうか。ね、もうあとは食うだけだから。食うだけやからな、うん、じゃあまずご飯を盛るか。はい、盛りましょう。盛りますよ。お、さすが。リーダーどれぐらい食べますか。あ、もうもうがっつり、もっともりもりで。わあ、すごい、いいね、もりもりだ。あ、ありがとう。はい、と、阿部ちゃんももりもりで、もりもりで、もりもりで、はい、ありがとうございます。しょうちゃんももりもりで、ピッキーの兄貴分やから。すごい盛るな。さすが、やっぱ兄貴には食べてほしいと。じゃあビッキーの俺持ってあげるから。うわっ、これ仕返しがやばいぞ。どうせね、おかわりするからね。そうそう、どうせおかわりするから。おお、こんぐらいかな。ほら、おお、すごい、ありがとうございます。それでは、うん、いただきます。いただきます。じゃあもう翔ちゃんのところへ行こうか。はい、うん、それもう取ってもらって、そのソースかけてください。ここで、あ、なるほど、ニンニクソース。これもう三中ごと取ればいいのかな。そうですね。おお、じゃあ皆さん男を感じてください。よっしゃ、感じます。いただきます。いただきます。うん、うまい、うまっ、あ、うまい、うまっ。外パリパリで中ふわふわみたいな感じですね。あ、めちゃくちゃうまいじゃん。男だわ。これ俺一番自分の料理で好きかもしれない。俺はご飯包むわ、うん、これ周りの豚肉を結構カリカリめに焼いてるから。そうですね、うん、食感が違うね、中と外で、うん、韓国風ハンバーグみたいな、うん、うん、これソースも美味しい。ビッキーの食べていい、もう。はい、じゃあ次、ビッキーの生姜焼き行こうよ。生姜焼きが、はい、どんにしようぜ。これいいね。いただきます。いただきます。いただき、うまい、うまい、うわ、うわ、いいね。めっちゃ生姜焼き、うまい、うまい、うまい。うわ、ご飯進むわこれ。なんかほんと定食屋さんでは味わえない家庭的な味しない。うん、うまいなこれ。ご飯の減りが早いわ。うん、うん、おお、一杯完食、おかわり、うん、すげえ、マジか。一番モリモリのご飯だったの。これはやばい。こうなってくると怖くなってくる。確かに。自分のがまずかったみたいな。え、もう食っていいですか。じゃあ阿部氏の、じゃあレバニラ行こう。レバニラ、いただきます。いただきます。いただきます。うまっ、レバニラだ、うん、うわ、よかった。うまい、あ、うまいね、うん、うまいわ。味付けがうまい。味付けはかなりもうオリジナルで作った。鶏のレバーだから結構大きくてうまいね、うん、やばいやん、もううまいやん。ハードル上がってるな。なんか揚げ物で混ぜるの作れたらこれこそ才能だと思うんで。ね、うん、よかった、うまくて。俺はうまいな、うん、リーダーちょっと怖いでしょ。めちゃくちゃ怖い。怖いよねこれ。え、これリーダーのはソースかけるんですか。ちょっとソースかけてほしいな。ソース、うん、最初そのまま食っていいですか。うん、俺も一回このまま食ったい。まあ一応あの酒塩で、あ、上からちょっとかけて。 それだけでいいかもしれない。味付けはしてあるから。うん、梅入ってんだもんね。いただきます。いただきます。あ、うまい、あ、うまい、うまい、うん、うまい、さっぱりしてる、うん、まずくなかった。これ、このシンプルさでまずくなったら、うん、才能ですもんね、うん、確かに、余計なも入れてないからな。うん、あ、いいね、うまいわ。あ、うまい、梅がすごい効いてる、うん、変にソース入れなくてよかったかも。うん、OK、完食。早っ。あ、ごちそうさまでした。早いです。楽しい会でした、非常に。俺も完食。俺も完食。じゃあ一通り食べたから、あとはもうバクバクタイム。バクバクタイムか。ちょっとリーダーの気に入りました。ほんま、いや嬉しいわ。もうそれ結構、まあ揚げてるけどヘルシーな方やから。まあね、胸肉やから。うん、それあと3つしかないんで、もう3人でどうぞ。そうやな、これこれ美味しいけどさ、めちゃくちゃ出来たて食べたかったなっていう。確かにね。そうですね、うん、やっぱ一人一人作るからめちゃくちゃ時間かかるよね。そうですね。みんなこれ作るの初めて。初めて初めて。あ、ビッキーは作ったことあるか。俺もレバニラ初めて。俺も揚げ物自体も初めてかも。自分で作った。俺も揚げ物なんて作ったことないよ。家でしないもんね。油固めるやつ買ってこないと。
それはめんどくさくてやらないですよね、油って。そうやな、うん、なかなか。そうよね、一人暮らししてる人はなかなか油もんって作らんか、うん、作らないですよね。じゃあ行きますか、おかわり。今年、ビッキーには60キロ台行ってもらおう。頑張ります。リーダーのちょっとソースかけてみてもいいですか。どうぞどうぞ。うん、ね、どっち派。なしかな。あ、なしか。うん、なしでも、あっても美味しいけど。はい、完食。みんなさ、彼女に料理とか作ってあげたことある？あるんだろうけど、記憶にないわ、俺は。俺、一回もない。俺、毎朝、お弁当とか作ってましたけどね。いい彼氏。あ、すげえ。それ、自分でも今思うもん。あん時、俺、マジでいい彼氏じゃないって。お弁当って、その、仕事行くからのお弁当、それとピクニックみたいな。いや、なんか専門学校通ってて、その時、俺も専門学校通ってて、専門学校へ持ってくお弁当を毎朝作ってたんですよ。じゃあ、2人で同じお弁当持ってったの？まあ、そういう日もありました。基本的に、いいですね。でも、基本的に俺は別にお昼ご飯はラーメンとか食べるから、別にいらなかったんですけど、ほとんど彼女のために作ってたって感じ。いいね、その同じお弁当の中身が入ってる弁当をさ、持ってくみたいな。でもそれ18の時とかっすよ。うまいな、そんな頃から料理したのね。そう、すごいわ。18の頃ってこれ、料理作るっていう発想がなかった。でも、最近それ羨ましいなと思ってて、もし自分が作った料理で彼女が美味しいって言ってくれたら、めっちゃ幸せなんやろなっていう。確かに、うん、最近になってそういう感情が芽生えてきた。翔ちゃんは尽くすタイプです。その時ちょっと半同棲してたんですけど、掃除、洗濯、全部俺やってました。めちゃくちゃ良くないですか。俺その時の俺マジですごい。もうご飯めっちゃ早いよ。そうですね、やっぱ4人やからか今日は。うん、早い。鉄分取っとこう。食べなきゃいいんだよな。あ、リーダー食べなきゃ。食べてまくやん。食べてないよ。男肉食っていいですか。あ、それ、うんうん、でかいやつで。いい、ビッキー。はい、どうぞ、食ってください。いただくよ、男肉。じゃあ最後の一杯いきます。あ、まだあったんだもん。あと一杯、誰か。じゃあ俺行こうかな。お、4人やと早いの。4人やと今度あれですね、2週後ですね。それはそれでまたきつくて、多分死んじゃいそうやから。うん、はい、からでーす、うん、ご飯もなくなったと同時に、もうおかずも、せやな、いい感じで。いや、俺は食べ終わりました。おお、最高でした。お腹いっぱい。いいじゃん。ジョセブ食べて。ジョセブ、これあるかな。お腹いっぱいね。めちゃくちゃ。じゃあ俺食うわ。本当なんか料理って毎回思いますけど、作るの時間かかって食うのってあっという間ですよね。確かに。うん、そうそう、はい、俺完食でーす。おっ、完食。はい。では、おしゃ。大丈夫。綺麗におかずもなくなりましたね。この作ったやつは昨日の動画で上がってるんで、はい、なんか気になるなとか作ってみたいなって思う人はぜひ昨日の動画を見て作ってみてください。はい、はい、見てください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。じゃあ洗い物じゃんけんしゃ